兵長。どうだ、道が混んでいる以外異常ありません。替え玉作戦の方は成功だ。お、その割に浮かない顔ですね。いや、何か妙だ。中央憲兵が使う手じゃない。奴らは気ぐらいが高い。素人は使わない。どこかでこういう。兵長、もうすぐ馬車が移動します。ニーファ、キリサ・ケニーを知ってるか。憲兵が100人以上も喉を裂かれたという、何年か前に流行った都市伝説ですよね。そいつはいる。全て本当だ。ガキの頃ヤツと暮らした時期がある。どうしたんですか急に。こんな時に冗談言うなんて。そうだ、ヤツなら平気で素人を使う。目標を集団でつけるときは両斜め後方と見晴らしのいい高台。変わってねえな。ケニー、バケロ。リヴァイ、おめえと殺し合うことになるとはな。ケニー、よりによってなぜ奴が憲兵に。懐かしいな、リヴァイ。もっとちゃんと面見せろよ。ふざけんじゃねえ。てめえさっきから俺の顔に三段ぶっ放してきてんじゃねえか。まあな、今日はおめえの脳みその色を見に来たんだ。まだ生きてるとは思わなかったぜ。憲兵を殺しまくったあんたが憲兵とはな。あんたの冗談で笑ったのはこれが初めてだ。リヴァイ、勝負はお預けだ。また後で会おうぜ。ち、とりあえず出口を目指すか。邪魔する奴は殺して済むしかねえな。大きな通りは敵の目につく。なるべく避けて出口を目指すか。はい。
くねえ道を行かねえと。ネズミって言葉を俺は教えなかったか。おめえがどこへ逃げようと無駄だぜ。夢の終わりか。おっと、昔話はしたくねえか。中央の通りは避けねえと。すぐに敵に見つかっちまうな。くそ、ケニーのやつ何人引き連れてきやがったんだ。リヴァがいたぞ。別の道を行った方がいいな。邪魔すんじゃねえ。やりたいことが見つかったんだ。単純だろ。単純だが実際人生を豊かにしてくれるのは趣味だな。ガスと刃が心もとないな。かわいくねえやつだな。おい、
ケニーの野郎、どこ行きやがった。まあいい、先を急ぐか。生きてるじゃないですか。逆にやられたのかと思いましたよ。バカ野郎、俺があいつに殺されるかよ。あのドチビを育てたのはこの俺だぜ。また遊ぼうぜ、リヴァイ。時間は稼げたはず。もういいだろう。だいぶ時間を食っちまった。早いとこ馬車を追わねえと。馬車を追うぞ。はい。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。アルミ、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。まずい。アルミ、ジャン。ダメだ、一度引く。エレン！トロストク市街においてエレンとヒストリアを奪われたリヴァイ班はやむなくその場を離れ、先に倉庫で捕らえた男たちに
二人を奪還するための手がかりを求めるのだった。エレンらを誘拐しようとした者たちを捕らえたリヴァイ班は、実行犯がトロストクのリーブス町会の者であったと知る。作戦に失敗した紹介を中央憲兵は必ず始末しに来るだろう。そう踏んだ調査兵団は紹介に取引を持ちかけ、協力を約束させた。彼らの力もあり、調査兵団は2名の中央憲兵の捕獲に成功。中央憲兵への尋問の末、本物の王家はフリッツ家ではなくレイス家、ヒストリアの聖家であると発覚した。元凶とかつてのライナーたちの振る舞いを鑑み、ハンジは王政がエレンを求める理由をこう推測する。知性を持たない巨人が巨人化の力を持つ人間を捕食すれば、随意に巨人を操る力を継承できるのではないか。そして王政はエレンの持つ巨人の力を奪おうとしているのではないかと。調査兵団はヒストリアの実父であり壁の実質的な指導者であるロッドレースを確保すべく、そしてエレンとヒストリアを奪還すべくレース寮へと向かうことを決める。だがそんな時、リーブス町会が調査兵団に協力したと中央憲兵に漏れ、会長のリーブスがケニーの手により暗殺されてしまう。中央憲兵は彼らの殺害容疑を調査兵団になすりつけ、団長エルヴィンを連行、尋問を執り行った。